で、ポンペイの遺跡のことについてこれからお話を申し上げますが、桜島と同じ形格好をしたベスリオというお山が紀元79年の8月24日のお昼に山が爆発いたしました。どうぞお間違いございませんよう、九州の普賢岳が爆発した時、まあその時に損失補填と火砕流という言葉を生まれて初めて耳にしたんですが、あの普賢岳が爆発した時に火砕流が流れてくると家が押し流される。どうぞお間違いございませんよ、ポンペイのね町というのはこの山が爆発した時に火砕流や溶岩で押し流された町じゃないんです。で、ポンペイという町は人口2万の大変お金持ちの商人の町で、噴火口からうーんと遠いところにねポンペイという村があったんです。灰がね3日間雪のように火山灰が降り積もって、多いところで8メーター少ないところで5メーターぐらいのこういう丘を作っちゃったわけですね。で今年で発掘が始まって253年、だから253年前まではねこんな風にね野菜畑とか果物とかね畑だったんです。で発掘のきっかけは現在、ポンペイのお隣にトレアヌンツィアータという村がございます。この村に、水道の水を引くためにこの畑に近い近いと掘っていくんですね。壁が出てきたりさらに掘り下げると、聖堂の器とかお茶碗が出てくる。おや、どこの地下には琴が眠っているのではないかと。これがポンペイの発掘のきっかけになります。現在発掘は5分の3終わってまだまだこれから発掘が続くわけですが、もうね世界で唯一と言われる当時の生活様式を伺える大変素晴らしい遺跡でございます。
番大きい馬車用、はい、ポンペイの中心に続いています、うん、左側ご覧くださいの方向車用ですね、本当になる行くと左側の当時のままの足が長いね。当時のママの運営道でした。当時のママの運営側にホードソーセイますね。これはシャドウ。シャドウにはどこどこのものを置いたりして埋め込まれているんですね。これはニコの目のと呼ばれます。どちらですか、夜暗闇の中で次日がこの白っぽい反射してどこかシャドウが分かるようになっていましたね。あとほどにはご覧くださいの、どこどこのこの小さな穴があります。何か分かりますか。馬をつなぐための穴でした。乗馬場でした。どちらですか、ポンペイの中心地に方向車しかありませんでしたからですね、馬車ダメ。あと2000枚のご覧くださいの、原水道設備ありませんでした。雨が降ると道を渡るときには足が濡らせないように横断歩道、飛び石、渡り石がありますね。どうぞ、ポンペイの中心地に行きます。はい、ベスーヴィス火山、ね、ご覧くださいの向こうですね、ベスーヴィス火山。2つの台がありますね。一番高いベスーヴィオちゃん、一番低いのソーマ山。高さ1270メートル、空距離7キロぐらい離れていました。あの山から西暦72年の大爆発を起こした頂から火山灰川は全部ポンペイ町、6メートル、8メートル火山灰と見てました。今から250年ぐらい前に発掘作業が始まりました。当時のまあ真っ黒い建物ですね。ここにご覧くださいの、これはの大きな広場があります。この広場の名前はラテン語でフォーラムと訳します。ギリシャ語でアゴラです。イタリア語で。目の前にご覧くださいの、6本の柱、後ろ側にジュピター神殿があります。これジュピターで奉仕する最後の神様でした。ジュピターラテン語ですね。ギリシャ語でゼウス。あと右側にご覧くださいの、4つのアーチ、建物がありますね。向こうに銀行でした。銀行の近くに卸市場もありますね。これはポンペイの一番重要な産業でした。墓石用紙染め物や洗濯や織物の市場でした。皆様後ろ側にご覧ください。一番新しいの建物があります。あれはポンペイの市役所、シティホール。ゲロイン、右側にご覧くださいの一番古い建物がありますね。あれはバシリカ。バシリカのギリシャ言葉ですね。意味は王様の家という意味ですね。この建物はギリシャ時代には王宮、わかりました、王宮、こうして使用されていました。あとロマの通りです。How to make the same kind of red? Seems that basically as pigment for this red there is the cinnabar, which is a sulfate of mercury which comes from some volcanic minerals. We can recognize a mythological subject. Let us see. Yokujo no, companion Yokujo wa, futatsu no kubu makete imashita. Dansei yu to josei yu, kubu iku sete imashita. Kyou wa dansei no bubun dake 見ることができますね。男性の部分ずっと大きくてよく保存されてました。女性の小さい、ね、もちろん女子団地は終わり。皆様それぞれの浴場、冷水浴場と温水浴場とぬるま湯が見せてます。どうぞこちらへ。
はい、これはあの運動場でした。はい、この中でコンペの人々の体操の練習の用意スポーツしました。汗かいた？どちらに入りた？ねえ、ね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 、Get me out. ずっと上にご覧くださいの文字があります。これはどう？政治の名前とお値段書いていました。どうですか？政治家、市民に広告するために、この大きな水盤を寄付でした。ね、寄付。番犬、猛犬注意。泥棒よげ。これは泥棒よげ。広いんだね。OK、これはの入り口ですね。広い、広い。中庭があるね。ピザのような、でも2000円のピザダメできません。トマトソースなかった。トマトソースのアメリカコーンだから、ピザダメ。製造して販売していましたね。これはピザ、これはあの、今のピザの皮はそのまんま、今でも同じ。この間に。はい、これは皆さん、それは昔のこれはキャンディカーニー、または、動物に検知されたものですからね。見てください、浮き彫りになりますね。
あとこれは水の見場です。狭いのポンペイの町は鉛でできた水道管もあります。この水道をかけて、ポンペイ町70キロ離れた資源から水を送ります。はい、これの真似、コピー。ああそうだね。物は鉛。そうだろうね。鉛からだよ、これいません。遠道府、中道府、4期になっていました。あと四つ石道を見てください。優しい作り方ね。まだ残り4日残っているので、これは家主の部屋でした。いわゆるサロン、今、入り口反対側。あれは入り口、これは反対側に。これ一番重要な家主と家主の友達とお客様とこちらに通りましたね。あと、ポペイのお金、面白い家、2つの部分を開けていました。これは2000前のこの大きな建物は果物と野菜市場でした。今見つかれたものは置かれた場所になってましたね。小さな美術館と倉庫になってました。はい、これは壺、種、これは名前で、これは鉄鋼隊と言われる隊、これは妊婦さん、女性でしたね。他の美術館、まだナポリの美術館、アクバス館に入ってます。これは面白いですね。これは何か分かりますか？果物と野菜買うときには使われていた量りですね。計量器、出方、うん、これはいろいろな穴があります。この穴、重りを入れて検査をしました。検査、これは計量器。この建物は政治家のものでしたね。政治家の衣服、うん、皆さんはこれは何か分かりました。2000年前の教会でした。アポロ、タイの神様、彼の姉、ダイアナ、捧げられた神殿でした。あと目の前にご覧くださいの生きに供物台がありますね、祭壇があります。あと左側のご覧くださいのこの白っぽいのヨニア式の柱の上に当時のまま日時計まだ残っていますね。この素晴らしいの大理石床もありました。はい、天井が出てました。これは回路、開け路、回路を持っています。最後の上に一段停車しました。このブロンズ像、この銅像、コピー、お物はナポリの博物館に入っている。60% は80% に使われた品物、遺跡像、ブロンズ像。